うちのバカ夫。スーパーで普段高い牛肉ステーキは半額で売られていた。それでもちょい高いけど、私に臨時収入があったのと、中学生の息子が合唱コンクールで伴奏者に選ばれたこともあり、今晩くらい少し贅沢して元肉を購入。その日旦那は休み、息子は学校。私はパート&買い物で3時半頃帰宅。しかし、私は息子の三者面談に行かねばならず、すぐに支度して出かけた。帰宅して冷蔵庫を見てみると肉がない。なんと、旦那がふらっと家に寄った義両親に肉を調理して食べさせてたよ。もう、私も息子もカンカン。特に、息子には、三者面談の帰り道に夕飯楽しみにしててねと伝えてあったからショックを受けてた。なぜ夕方来た義両親、夕飯にしても昼ご飯にしても中途半端な時間に肉を出すのか、普通家族の夕飯の分だとわからないのか。ちゃっかり旦那自身は食べてるし、何が美味しかったようだよ。慌てて旦那に買いに行かせたけど売り切れてた。放心状態。私はとにかくレシートを旦那に押し付け、肉代はあんたの小遣いから義両親におごったということにする。今すぐ肉代を私に渡すか、来月の小遣い分から差し引くか選べと言ったら、すごすごとお金を渡してきた。後日、義両親がアポなしでやってきて、一家の稼ぎ頭の息子から金を巻き上げるとは何事か。冷蔵庫の中の肉が夕飯用だと息子に伝えないのが悪いと責められた。横でうんうんうなずく旦那。私は普段冷蔵庫をいじらない、管理しない旦那くんが勝手に肉を夕飯ではないと判断したのはなぜ？言わなければわからないことですか？去年まで小学生だった息子にもわかります。で、旦那くんはパパママに泣きついて有利にことを運ぼうとしたのかな。黙る旦那と義両親。旦那が抵抗開始。親父とお袋が来ることは伝えてあっただろう。そんなタイミングで肉なんて置いてあったら来客用だと勘違いする。バカですか。義両親が来たるなんて一言も聞いてない。と言ったはずとなかったことをあったことにするのは何度目ですか。百歩譲って義両親が来ることが分かっていたとしても、冷蔵庫の中の肉が来客用だと思う思考回路が意味不明。茶菓子ならわかるけど、そもそも時間は何時だったか考えろ。肉のような重たいものをがっつり食べる時間ではない。ここまで言ったら旦那は白旗。義両親は不満そうに帰っていった。後日、同じスーパーで同じ肉が売られてたらしく、半額ではなかったが、旦那が自腹を切って買ってきた。肉を買ってきてくれたので、あの時受け取ったお金は返した。旦那は相当反省しているが、信頼はほぼない。離婚とまではいかないけど、今後の旦那の態度と行動による。